私の名前はチュンリー。長らく ICPO の捜査官として巨大犯罪組織シャドルを総帥、ベガという男を追っていた。そしてようやく多くの格闘家たちの力を得てベガを撃ち、シャドルを壊滅させることができた。今は捜査官をお休みして町の人にカンフーを教えているの。もちろん格闘家としては生涯現役のつもり。日々鍛錬あるのみ。チャイナ、隠れてないで姿を見せたら、ハン・ジュリ。あん、引退したって聞いたけど勘は鈍ってねえんだな。そんな殺気を放っておいて気づかない方が難しいと思うけど。なるほどね。じゃあこれは？いいね、腕も鈍ってねえな。心配いらないわ。で、要はそれだけ？まあそう焦んなよ。ちょっと忠告ってやつだ。あの男がくたばって全部済んだと思ってんなら違うぜ。どういうこと？知りたきゃ力ずくで聞いてみなよ。なあ捜査官様。いざ勝負よ。楽しめそうじゃん。その可能性があるのだとすれば、探ってみるしかないか。捜査官引退はまだ先になりそうね。リーフェン、パソコンで遊んでばかりいるからね。遊んでないもん、先生が強すぎるんだよ。ごめんなさいね、巻き込んでしまって。私はチュンリー。もしかして私にご用かしら？そうね。